特製のフラワーティーです。あ、ありがとう。いただきます。戦闘衣装も凛々しいですが、その服装も可愛いですよね。それが学校の制服なんでしたっけ？うん、そうなの。ユーリの服も可愛いね。ありがとうございます。アミタの手作りなんですよ。私たちのことを思い出せないなんてどういうことでしょうか？記憶封鎖が厳重すぎたとか、私たちと会う前の時間から来ているとか。前者は分かりませんが、後者はありそうです。ただそれ以外にも。漠然とだが察しはつく。レヴィにも分かるよう簡潔に説明せ。ヒュテルン頼んだ。二人の戦闘服をよく見ましたか？我々が知っているものとは随分様子が違っていたはずです。そういえばナノハは青いところが多かったり、リボンの代わりにキラキラパーツだったり。フェイトさんもマントやスーツが随分違いました。あの二人は間違いなく高町ナノハとフェイトテスタロッサです。ですがかつて我々が会った二人とはまた別のナノハとフェイトなんです。平行世界の住人ってことね。ええ。よくわかんない。私たちのことを知らないし会ってもいない状態ですが、まあナノハとフェイトです。自己紹介と事情説明から始めて遊んでやれ。それならわかった。ただ時期的にあの二人は多分闇の諸事件の直前か真っ最中から来ているわけですよね。むやみに情報を教えたりするのは避けないとね。事件そのものも私たちの知ってる解決状況になるかどうかがわからないし。まあどうせ闇の諸事件のこととかほとんど覚えてないし、そんなに話せないから大丈夫。闇の諸って単語自体もまずいかもですね。特に視点一家の出自についてはいろいろ複雑ですし。あ、みんな。ユーリ、どうだ二人の状況は？やっぱり闇の諸事件の最中だそうです。シグナムたちに襲撃を受けて、それから事件解決に向けて再起を目指している時だそうで、デバイスは修理中、魔法練習をしている途中に突然小規模次元神に襲われて、気がついたらここにだそうで。次元神？あちらの世界でも発生することがあるんでしょうか？ありえるんじゃない？なんでこっちに繋がっちゃったのかはわからないけど。わあ！僕が遺跡で拾ってきた宝物、こんなところで倒れてる！蹴られたっぽい跡もあるし、水もかかってる。誰？あ、やっぱりレビィでしたか。ドロドロのまま玄関に出してあったからドアの外に出したんですよ。花壇の方に移動させたのは私です。汚れていたから拭いてあげようと思って。蹴ったり水をかけたりしたのは誰かしら？ひどいことする子がいるわよね。キリエだ、絶対キリエだ。作動していますね。レビィ、これは遺跡で？うん、モンスター退治してたら拾った。これが大パーツの類なのかもしれません。例えばうちの時間転移装置を誤作動させたとか。そんな危険物がそこらに転がってる？それ遺跡の地下125階くらいにあったやつ。なんか機械神殿的なところに置いてあったからいいものなのかなって。お前の仕業か、レビー。僕のせいじゃないもん。遺跡の宝探しは僕の大事な任務だもん。そうですよ、ディアーチェ。レビーが拾ってきてくれる宝物は研究や生活の役に立つものの方が多いんですし。それはそうだが、出しっぱなしの方を言っておる。それは確かに。まあまあ、勝手に移動させたのは私たちですし。責任の所在を押し付け合っても始まりません。そうそう、事態の抜本的解決を目指さないとね。桃色、貴様は巧妙に自分の責任問題をうやむやにしたな。何のことかしら？私とキリエで元に戻す方法を調整しますよ。定位地点を特定できれば多分簡単に戻せます。いいですよね、キリエ？了解。せっかくだからみんなは二人と遊んできたら？